life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. 皆様おはようございます。明るく楽しく元気よく本舗三宅でございます。毎度おはようございます。納品完了、びちゃびちゃです。ちょっと観音を閉めていきたいと思います。あ、マスク外したらない。これもうびちゃびちゃや、たまらんぞ。よし、朝に飲んだゾーンが全部出た。もう全部出たと思う。ほんまにめっちゃ暑いわ。よし、納品完了。やっぱ室内の荷下ろし場の方が暑いんかな。なんか太陽の下の方がまだマシなような気がする。検品してくれてる時に入家のおじさんがもうちょっと扇風機の前でおってっていう。そんなけも汗かいてた。かいてたんでしょうね。やばかったんでしょうね。こいつやばいぞ、このままやったら倒れずるぞと思われたんかな。大丈夫、朝からゾーン飲んだんで。終了、終了です。あー、フェリーが見えてるわ。あの鳥取の NT ファクトリーの西庵さんが南港でおるということで。でも分からんな、ちょっと今日時間ないしね。ぐるっと回るところでおったらちょっとご挨拶はしたいんですけど、南港中でも広いからね。ほんまに広いからね。松路川はマジでちょっと僕はぐるっと油断するんですけど、ガラガラ感満載の南港でございますね。めっちゃ空いてるやん。なんで、なんかいつもの南港のイメージじゃないような気がする。どこまで行くのか。U ターンしようと思って入ってきたのに。まあ苦手な南港なんですけど、今日の南港はそんなに言うほどっていうか全然か、全然苦手じゃない南港でございました。はあ、暑いわ。でもやっぱ南港のトラックの量はすげえな。トラックの聖地じゃないわ。よしよしよし、今泉大津のパーキングということで、ただいまより食料を調達しに行きたいと思います。よし、さあ行こう行こうじゃないか。風がすごい、風がすごいです。やばいです。財布持ったか。持ったか。持った行ける。泉大津パーキングエリア裏から入る。裏から入りましょうか。わ、すごい風、マジですごい風。裏にはね、こういうベンチがありますけど、声飛んでんのかな、わからん。ここにね、ガスクが売ってる。ほら、今日はおにぎりと、肉そばを買いました。肉そば買った。こんな感じです。あいつぐるっと一周回って何してんやろと思ってる。よし、じゃあ車へ乗り込んじゃいます。よっしゃ、OK です。さあ、お湯が沸いたかな。
意味がない。ちょっとこんなん買ったんですよ、三脚。こう水平器もちゃんとついてるやつ、これ1000円です。1000円です。1000円ちゃんと足もガンガン伸びますからね。1000円、ここも伸びるし、うん、そう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 、1000円で購入したんですよ。ちょっと持つのにはあれやな、まだ使ってありません。今日は肉うどん、肉うどんだーんと鶏飯唐揚げセット、これを購入いたしました、ファミリーマートで。で、ただいまお湯を沸かしておるところでです。よし、シューシュー言うてきました。シューシュー、あ、服洗濯して畳んでないのバレる。シューシュー言うてきはりましたよ。よし、じゃあちょっと入れましょうか。よし、いただきます。よし、鶏飯唐揚げセットからいただこう。鶏飯から鶏飯、なんかよかむな。鶏飯唐揚げセット、何これ。バランは先に取る派です。よっしゃ、大きな唐揚げからいきましょう。こっちの方がでかい。あ、よだれ出てきた。きんぴらごぼう食べよう。あ、シャキシャキ、めっちゃ。うん、鶏飯いっちゃおう。後ろまで海苔あんかなと思ったら後ろは裸でした。今日はね、関空もね、すごいトラックの量が多いぞ。金曜日やのに。さすがは、盆前の最後のあがきというか。よし、ではお出汁から。熱い。湯気がやばい。ちょっと冷ましてます。ちょっとマジで熱そうなんで冷ましてます。熱い、絶対100度超えてる。うまい。ちょっとお湯の量減らして濃い味にしたんですよ。うまい。七味が効いとる。熱いやろな。あー、うまい。うまいぞー、うまいぞー、マジで濃い味やぞー。唐揚げミニ、唐揚げ違う。唐揚げ違うかった。なんていうん、天ぷらかな。これ唐揚げ。
そしてラストは肉うどん。最後は七味飲んでるような感じや。ごちそうさまでした。さあ作業に行きましょうか。せっかく蒸すんだ、これをちょっと食べよう。はあって言ってまたバリバリ落ちたぞ。さあ横持ち完了です。横持ち完了したところでちょっと一息ブレイクタイム。あ、服も着替えました。びちゃびちゃやったから、やっぱし半袖の方が涼しいかな。なんかよく分かれへんな。でも長袖であれ着てる方がピチッとしてて冷感作用あるから、冷感作用って怖いな。冷たい肌に当たってる部分はね、冷たく感じるような感じがするんですけど、うん、ただ今着替えた、今着替えて残りのこれを食べようと思います。こんなん買った、なんて読むん、コスタカフェ、カフェラテ、まあまあ値段しますよね。180円。ああ。なりの、なりのって感じ。わかりません。わかりません。何飲んでも一緒。僕にはもったいなかった。わかりません。全然わかりません。あかんな。さあ帰ろう。帰ろう帰ろう。いきなり雨が降ってきました。狐の嫁入り。なんでや、青空やのに、青空やのにいきなり雨が。もうまた洗車か、洗車やな、土曜日やし。ちょっと車洗おう。台風来んのかな。もうそれでもちょっと洗っとこう。明日安倍さんおるんかな。安倍さん明日洗車しますねと動画で伝えておきたいと思います。さあお疲れ様でございます。車庫でございます。明日はですね、関西空港で作業して、で恒例の貝塚横持ちで、もう一回関空行くんかな。で荷物積んで会社へ荷物持って行って下ろして、まあ洗車という流れになると思います。夜はね、いつもの泉佐野食品コンビナートで、ラーメン、移動販売のラーメンちょっと食べたいなとか思っておるところでございますが、まだ未定でございます。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた明日お会いいたしましょう。さようなら。おおきに。